はい、それでは入ります。よし、誰もいないぞ。なあ、本当にあいつらを助けるのか？ほっとくやったらどうなんだろう。そうだよな、やっぱりほっとこうぜ、あんな連中。そういうわけにもいけないでしょ。チェ、しょうがねえな。おーい、飲んだくれ、聞こえるか？し、声が大きいわ、コッパ。おーい、裏切り者、聞こえたら返事しよう。おーい、聞こえ。は、あなたたち。また会ったわね、風来に。おぼろ、またお前か。この間まんまと船を抜け出してくれたみたいだけど、今度はそうはいかないよ。聞いて、私たちは決して怪しいものではないわ。ただこの屋敷の謎を解き明かして、そいつは私たち大上の仕事。あんたたちが講義のことをどう思ってるかは知らない。だがね、私たちは私たちの正義を信じて動いてるんだ。風来の力なんか借りはしないよ。そもそも風来だの自由だのと格好つけちゃいるが、所詮は流れ者。一つどころに落ち着いて真っ当に暮らしていくことのできないあぶれ者じゃねえか。違うかい？なんだと？大人しく聞いてやベラベラと。ふん、話すだけ無駄なようだね。忍法、古中無限博かな？うわ。古中無限束かな？束縛の束か。さて、これで悪党どもの方は肩がついたね。ズボって、子っていうもの全然知らなかったですね。調べたんですけど。ふん、壺使いの達人の私の手にかかれば、こんな壺の扱いのお手物。何がどうなっているのか、今一つ事態がよく飲み込めないでもないが、何このおぼろ様に解決できない事件はないのさ。ほうほうほう。なんて笑ってる場合じゃない。さあお前たち、こんなところで炙られてる暇ないよ。この先に何が隠されているのか、何としてもそいつを突き止めるんだよ。行くよ、天下太平のため。ご講義の名にかけて。はっ。ちくしょう、覚えてろよ、ボロのやつ。アスカ？アスカがいない。行こうしれん。アスカを探さないと。ああ、一人なのか。ああ、自然回復向こうか。腕輪がこんな感じでした。アスカの装備は残ったまま外れてる。タフだな。経験値が3桁になってきた。辛いって一瞬止まってちょっとびっくりした。壺のかけら持ち物に入んのか。これを集めないといけないようです。このダンジョンはないな。天の恵みを倉庫に一つは入れておきたいな。
ルジルをあんの。うわ。転ばぬ先もそういえばないんだよな。転ばぬ先の杖は今作品では回数が減るタイプです。減ると転ばぬ先の杖の効果はないです。あ、試練、コッパー、よかった。無事だったみたいね。ええ、こっちも大丈夫。だけど、どうやったらこの壺から出られるのかしら。どこかに出口があるっていうのじゃなくて、壺の術を破らない限り出られないんじゃないかしら。ともかく急ぎましょう。おぼるたちが危険だわ。ああ、おいらのお宝もピンチだ。早くしないとあいつらに横取りされちまう。最高ぜ、試練。このダンジョンなんですけど、なぜかクリアしても1階に戻されるっていう事態が発生するらしいです。私はそうなったことないんですけど。てか装備してねえや。危ね。このクソ豚。寝てる？当たんないって。まずい。倒せないか。はあ、あぶね。やめてくれそういうの。やつだな本当にもう。ああないか。ちょっとマルジロー兄のタックルが怖いんだよな。壺が割れる可能性がある。はあな、迷路か。何もアイテムがない。マルジロはもしよう。こいつ見えないのか。回復したか。これで階段降りちゃいますか。
あ、もう10分経ってんのか。じゃあ一旦切ります。ご視聴ありがとうございました。